ます。バイバイ。本日はアラフェス車両試乗体験ご参加いただきまして誠にありがとうございます。これより車両の試乗体験ということで、ご乗車されました車両を車体洗浄機で洗浄しながらご紹介いたします。その後、研修場と呼ばれる隣の建物の中に一旦入りまして、その後また再度同じルートを通りまして、こちらの洗浄船に戻ります。ご乗車の際にですね、市内揺れる箇所がございますので、特に立っているお客様は手すり、手等にお捕まりいただきますようお願いいたします。それでは出発いたします。こちらは洗浄船と呼ばれる船舗で、おおむね月に1回、洗剤とブラシの手洗いで車体の外側を洗うとともに、車内も窓とか釣り手の清掃、床の水拭き等を行います。これから向かいますので、入り口に車体洗浄機がありまして、通常帰るときにこちらの車両を、洗浄いたします。隣には研修場と呼ばれる、研修場と呼ばれます検査設備が入りました線路がありまして、そこを出るときにも、洗うようにしておりますので、おおむね週に一度車体洗浄機で洗浄しております。左手には留置線と呼ばれる線路があります。こちらも5本線路がありまして、それぞれ2編成収容できますので、合計10編成10本の車両の留置ができるようになっております。電車のお風呂で、まもなく、車体洗浄機の手前に止まります。洗浄機回りましたので出発します。これより1両目から車体洗浄機入っていきます。洗浄機は車の洗浄機と同じような仕組みになっております。ブラシが両側についておりまして、そこを低速で動かすことによって車両を洗浄する仕組みになっております。左右に合計3本立てて、片方の車体の上の方に洗浄するのが左右ということで、合計8本のブラシが回っております。それでは洗浄機抜けましたので加速いたします。加速いたします。これから引き上げ線と呼ばれる車両の入れ替えに使う線路に進んでおります。左側には線路が2本ありますけども、すぐ隣が入出庫線といいまして、荒井駅との車両の出入りに使う線路です。そのさらに隣の線路、端っこの線路が終点線と呼ばれる線路で、車両の工場でのオーバーホールをした後ですとか、終点をした後、機能確認のために使う線路となっております。まもなく停車いたします。移動管理。移動管理これ。止めました。見るんだったら分かんない。電車はこれより、これまでの進行方向を変えまして研修場に向かいます。研修場は、どうして止まっちゃった？の設定しましたので、これより出発いたします。行ってみよう。去年ブッてなったでしょ。さすがに
これから研修場に向かいます。右手の方にはトンネルの入り口が見えると思うんですが、そちらが荒井駅への研修拠点となっております。これより先ほど走ってきた線路から左の方に分かれていきまして、研修場の方に向かいます。研修場は全部で5本線路がありまして、検査する内容によりまして使う線路が変わってまいります。できれば終わるから30分でも行ったらやろうと思って。大丈夫大丈夫。これ何だっけの？研修場の手前にもですね、小さな建物が2つほどありますが、こちらは木武器庫、一つが木武器庫というも呼ばれるもので、検査といいまして、3ヶ月の1回の検査をするときに、床下のほこりですとか、汚れを空気を吹きつけて落とすような装置が使っております。すぐ右隣の小さな建物が車輪検査庫といいまして、車輪を年に今のところ1回ですね、乗り心地を良くしたり、振動、騒音を抑えるために、形を整えるために削るんですが、その機械が格納されております。それでは一旦停止の後、研修場に入っていきます。研修場内は制限速度5キロ以下ということになっておりますが、今走ってる線路と右の隣の線路につきましては、設備、線路の下に設備がある関係で3キロ以下での走行となっております。これからゆっくり1両目から研修場に入ってまいります。どこの？こちらは臨時検査線と呼ばれる線路でして、通常の検査では使用しておりませんが、緊急の修繕等が必要となった場合に、台車の取り替えですとか、パンタグラフ、空調装置の交換といった作業が行える設備がついております。なんで電車なんで電車あるこんなすごいこれ。研修場内右手の方には線路が他に4本あります。一番先ほどの線上線側にある線路が列車検査線と呼ばれる線路で、1週間に1度1時間ほどかけて外観点検、車両機能検査をして機器を操作しての機能検査を行う線路です。その隣ですね、3本向こうですね、車両が止まっている線路が検査線といいまして、3ヶ月に1回の検査をする線路です。こちらでは列車検査よりもさらに詳しく、床下機器の蓋を開けたりですとか、車内のドアの機能装置を開けたりとか、開けられるところ大体開けて行う検査です。隣が非常線といいまして、4年に一度車両は工場の方にコンパに入るんですが、入る際と、あと組み立て後の作業のための検査線があります。右の隣が車輪検査線と呼ばれまして、車輪を削る装置があります。で、実際削るのは先ほど隣に見えました小さな小屋の中で行います。で、今いる、臨時検査線と合計5本の線路があります。左手の方には、工場エリアとなっていまして、コンパコードを備えるような線路が設置されております。それでは準備ができ次第ですね、また今度反対側の方を移動しまして、先ほどの引き上げ線に戻ります。それでは準備が整いましたので出発いたします。赤は
研修場内3キロで出るときも全ての車両が3キロで3キロでも走行となっています。なんで研修の電車をこんなこの電車ゆっくり100キロで何か止めてんだよ。車庫は研修場から出る際には安全確認のため必ず一旦停止をしておきます。レールの下に車輪を削る装置が入っております。一番後ろの車両が検査場、研修場を抜けますと、再び加速いたします。研修場内1キロ3キロ制限ありますが、その他のところは25キロ以下での入れ替え速度となっております。それでは加速いたします。進路設定終わりましたので逆方向に出発いたします。はい、車体洗浄機の手前で一旦停止いたします。先ほども説明しましたが、今右側に新幹線のトンネルが見えると思います。ここから荒井駅へレールが繋がっております。東西線は4両編成が15本ですね。15編成、合計60両、車両を保有しております。通常ですと平日ダイヤで朝ラッシュ時に12本線の方へ出ております。で、日中は9編成ですね。夕方はさらにまた2本追加しまして11編成での間もなく洗浄機前で停止いたします。洗浄する。
ご注意お願いします。